湯は中華料理及び朝鮮料理におけるスープである。朝鮮半島の固有語では、くくとも言う。特徴としては、以下が挙げられる。材料を出汁殻としない場合が、多い取り出して、別の料理に使うため出汁殻にするまで煮出さない。厚生料理や関東料理の壺で蒸すスープでは、出汁殻となる。浮いた油を取らない特殊な場合でない限り、油を取らない。 臭み抜きから出汁が動物性の場合、ネギや生姜の薄切りを入れる。中国及び朝鮮には料理名として湯の文字が多く使用されている。それらは単なるスープではなく、煮込んだ様々な具材と共に提供され、食されるもの、あるいはスープである湯に食材を加えて調理し提供されるものなど様々である。スープである湯と料理としての湯の概念の区別は、 必ずしも明確にされているとは言えない。また、生薬を煮出した薬も湯と呼ばれ、中には甘い味をつけるものもあるが、生薬は料理にも入れる場合があるため、それらの境界には曖昧さが残る。ありがとうございます。